公園大陸別の公園ヨーロッパの公園セントスティーブンスグリーンセントスティーブンスグリーンはアイルランドのダブリン2区にある公園2015年の公園現在の公園は1880年7月27日にアーサーギネス教によって正式に開園された設計はウィリアムシェパードによる公園はダブリンの主要ショッピング街の一つである グラフトンストリートに隣接しており、周辺の通りには多くの公共機関の事務所やダブリンの路面電車ルアスの停留所がある。非公式にはスティーブンスグリーンと呼ばれることが多い。8.9ヘクタールの広さがあり、ダブリンの主要なジョージ王朝時代の庭園広場の中では最大規模のものである。他にも近くにメリオン広場やフィッツウィリアム広場などがある。 公園の周囲は長方形で、かつてはダブリン市内中心部を通る大動脈となっていた通りに囲まれているが、2004年にルアセの工事中に実施された交通管理の変更により、交通量は大幅に減少した。これらの4つの境界線の通りは、それぞれセントスティーブンスグリーンノース、サウス、イースト、ウェストと呼ばれている。 1832年の公演19世紀末の公演を映したフォトクロームプリント1663年まではセントスティーブンスグリーンはダブリンの端にあった湿地帯の共有地で放牧に使われていた。この年ダブリンコーポレーションは必要とされていた収入を得るため共有地の中心部を囲い込み緑地とし周囲の土地を住宅地として売却することを決定した。 1664年に塀が設置され、住民専用の緑地となった。周りに建てられた家々は、ジョージアン様式の新しい建物に急速に置き換えられ、18世紀の終わりには、都市の裕福な人々の居住地となっていた。緑地は、庭園として整備され、ダブリンの上流階級が集う社交場として使われた。1814年、 庭園の管理が住民の委員に委託された後、配置が変更され、周囲の兵を撤去して、手すりに取り換えたが、依然として住民以外の立ち入りは禁止されていた。ビクトリア女王の夫であるアルバートの死後、ビクトリアはセントスティーブンスグリーンをアルバートグリーンと改名し、その中心にアルバート像を置くことを提案したが、ダブリンコーポレーションと住民の怒りを解却化された。 1877年、アッシュフォード城に住んでいたギネス醸造家の一員であるアーサーギネス教の提案で市議会がセントスティーブンスグリーンを一般開園する法律を可決した。その後、ギネス教が費用を負担して公園としての再整備を行い、1880年に開園した。公園の管理はダブリンコーポレーションに戻った。市は感謝の意を込め、 ギネス教の像を混流した。像は西側のアイルランド王立外科医学院に面している。ちなみに弟のエドワードは公園の南側のアイバーハウスに住んでいた。1939年に子孫が建物を外務省に寄贈し、現在は外務省本館となっている。1916年のイースター放棄では、 アイルランド市民軍の一員を中心とした反乱軍がマイケル・マリン司令官、その副司令官キットプールとコンスタンツ・マルケーベッチの指揮の下、セント・スティーブンス・グリーンに陣地を置いた。その数は200名から250名であり、自動車を没収して公園を取り囲む道路に路上封鎖を設け、公園自体に防御体制を掘った。この方法は市内の他の場所で採用されている。 建物の中に陣地を取る方法とは異なっていた。イギリス陸軍の一部が公園を見下ろすセントスティーブンスグリーンの北東角にあるシェルボーンホテルに陣取ったが、そこからは残酷の中が丸見えだった。義勇軍は危うい立場にあることを知り、公園の西側にある王立外科医学院に撤退した。放棄の間、公園の管理人が池のアヒルに餌を与える時間は、 攻撃が一時的に中止された。現在はアイルランド国家の委託を受け、公共事業局が公園を管理している。公園の造園は開園以来、3つの大きな変化を遂げてきた。最初の大幅な変化は1670年であり、周囲にシナの貴族が2列に植えられ、最初の囲いとして機能した。この時点では、公園周辺の区画を所有していた裕福な 住民のみが入園できるようになっていた。1815年にダブリンの測量技師アーサー・ネビルによって再設計された。再設計では曲がりくねった小道と鉄製の柵が追加された。この時点では公園はまだ一般開園されていなかった。1860年代には一般開園へ向けた運動が行われ、市の造園技術者のジョージ・ W ・ヘマンズは 公園をできるだけ歩きやすく、機能的にも実用的なものにするための新しい設計を提案した。これには公園の各角に4つの門を設け、ネビルが設計した現存する小道でつなぐことも含まれていた。この提案は最終的に放棄されたが、ヘマンズがダブリンコーポレーションに雇われていたことが原因である可能性が高い。しかし、門や小道の追加など、 ヘマンズの設計の多くは、公園の主要設計者、ウィリアム・シェパードとギネス教の公園を受けたエンジニアのエール・カズンズによって提出された最終的な計画に含まれていた。ギネス教は、園内に設置されるエキゾチックな樹木の輸入や植物の植栽計画にも大きな役割を果たしていた。 サントリーナの横にある展示百7 5 8年から1937年まで建っていたジョージ2世の造船とスティーブンスグリーンは市内にある3つの古典庭園のうちの1つだが現在の配置は1800年代の複数の修復工事で形成された敷地はおよそ5 5四百5 0メートルの長方形で庭園を中心にしている 中央エリアの北西の角には盲人向けの庭園があり、展示の説明と香りのある植物があり、手で直接触れることができる。さらに北上すると大きな湖がある。アヒルやその他の水鳥が生息し、人工滝があり、オコンネル橋に架けられており、観賞用のガゼボが設置されている。公園内の湖はポートベロの大運河から取水している。 メインガーデンサークルの南側には野外ステージを囲むように広がる荒れ地がある。また、2010年に改装された運動場もある。かつて、ジョージ6世の戴冠式の翌日、1937年にアイルランド共和主義によって爆破されるまで、馬に乗ったジョージ2世の像が設置されていた。ダブリンバスの7ビット、7D、11、32X、37、 41X4446R6184X145155757 の路線はすべて広場の東側に停留所がある。路面電車ルアスのグリーンラインは公園の西側にセントスティーブンスグリーン停留所がある。ありがとうございます。